それでは今朝の聖書箇所を開きます。エペソ人への手紙6章10節から20節、エペソ人への手紙6章の10節から20節です。新約聖書後半の348ページになります。司会者がお読みいたします。エペソ人への手紙6章10節から20節、終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪魔に対するものです。ですから、邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて、固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。また 私が口を開く時、語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を大胆に知らせることができるように、私のためにも祈ってください。私は鎖につながれて、福音のために大使の役を果たしています。鎖につながれていても、語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。以上になります。今朝はこの箇所から福沢先生に、神の武具を身にまといなさいと題しての宣教を取り継いでいただきます。動画をご覧ください。聖母キリスト教会の愛する兄弟姉妹、おはようございます。今月もこうして LINE を通して皆さんと一緒に礼拝を捧げることができて、心から感謝しています。皆さん方の背後のお祈りをありがとうございます。お祈りに支えられて、コロナウイルス感染拡大の中ですが守られています。猛暑の日々が続きますが、どうぞ皆様もお体大切に主にあってお過ごしください。今朝は先ほど読んでいただきましたエピソビトへの手紙の第6章の10節から20節の御言葉を開かせていただきました。パウロがローマの獄中からエペソの兄弟姉妹たちに送った手紙もいよいよ、最後がになります。10節に、終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められます。終わりに言います。彼がローマの獄中の中で鎖につながれながら、ひたすらこの手紙を書き続けて、そしていよいよ最後の締めくくりの文章に入ります。その時に、主にあってその大能の力によって強められなさいって言っています。エフェソの教会はアルテミスの神殿とか偶像に満ちた、悪霊に満ちた
そういう支配された世界です。教会の中にもその悪霊の力がどん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 入り込んでくるような教会でした。ですからパウロは獄中から主にあってその大能の力によって強められなさい、強められなさい、これは言語では健康でありなさいとか力があるようにという合成語で作られていると言われています。健康でありなさい、肉体的には病に倒れたり弱さを覚える私たちですけれども、でも主にある大能の力によって霊的に健康でありなさい。健康であるなら悪魔のどんな攻撃に対しても対抗することができるという意味が含まれています。11節に悪魔の策略に対して固く立つことができるように神のすべての武具を身につけなさい。サタンとの戦い、戦うときに相手のことが知らなくては勝つことは絶対ありません。パウロは空中の剣を司る悪魔がどんな力があり、どういうふうにして誘惑をしてくるのか、このエペソの教会の中で今まで手紙の中で記しながら、最後に悪魔の策略に対して固く立つことができるように神のすべての武具を身につけなさい。悪魔はいろんな策略を巡らして手を変え品を変えて誘惑してきます。日本もエペソの教会と変わることはありません。本当に偶像に満ちた日々、そしてそれが当たり前のような日本、すべての祭りごとがすべて偶像礼拝とつながり、先祖の霊を祭るという行事とつながっています。そういう中でクリスチャンが本当に目を覚まして戦っていかなければいけないんだということを教えてくれます。すべての武具を身につけなさい。イザヤは59章17節で、主の義を兜のように着て、鎧のように着て、救いの兜を頭にかぶり、復讐の衣を身にまといなさいと言っています。パウロもロマ書で13章で、夜は深まり昼は近づいてきました。ですから闇の技を脱ぎ捨て光の武具を身につけようではありませんかと言っています。12節、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪霊に対するものです。人はここで、私たちの戦いは人間が相手ではなく悪魔なんだということを言っています。ややもすると私たちは悪魔のことを忘れて人間同士で戦ってしまいます。主にある兄弟姉妹たちが本当にお互いに言い争ったり批判をしたり、本当に噂話をしてしまって悪魔が本当に微笑んでいるのを私たちは忘れてしまいます。本当の敵は隣にいる友人や主にある兄弟姉妹生徒ではなくて、この血肉に対するものではなく支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪霊に対するものです。悪魔がどんなものであるかということを知らなければ私たちは戦うことができません。天上にいる諸々の悪霊に対するものです。悪魔っていうのは一人ではありません。悪魔はたくさんの自分の支配下にあるものを使って私たちを誘惑してきます。そしてそれは悪霊に取り憑かれた人々であったり、いろんな私たちの生活習慣の中に入り込んできます。
13節ですからって言ってます。ですから、これはとても強い言葉ですから、そういうことだから邪悪な日に際して対抗できるように、またイスラエルを成し遂げて立つことができるように、神のすべての武具を身に取りなさい。邪悪の日に際して対抗できるように、悪魔は私たちを誘惑し、イエス様から離れさせようとして誘惑してきます。邪悪な日、まさに悪魔の力が支配している、そんな日々の中で私たちは対抗できるように、一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての分を取りなさい。パウロはここで固く立って戦うときに、足が弱くては戦うことができません。固く立って、先日のオリンピックの競技を見ていても、本当にどんなに足が大切であるかということを見せていただきました。固く立つ悪魔との対抗に対しても、私たちは本当に弱った膝を強くしなさいと書いてありますが、そういうものでありたいと思います。そして14節、固く立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。パウロはここでまず真理の帯を締めなさいと言っています。真理の帯をしっかりと締めなさい。そして正義の胸当てをつけなさい。次に福音の靴を履きなさい。そして次に信仰の盾を取りなさい。これらのことはどういうことを意味するか。真理の帯、この最初にもありますが、愛の帯をしっかりと締めなさいとありますが、やはり真理の帯、これは魂と心を守るために必要なものです。どんな素晴らしい軍服を着ていても、きちっとベルトが締められていなければ、だらしのない戦闘には役に立たない姿になってしまいます。私たちも真理の帯、腰には真理の帯をしっかりと締めなさい。その時に魂と心が守られます。私たちも競技をする時でも何でも、ぐっとこう帯を締めます。柔道だとか見ても、どんなに帯が大切かということを見ます。正義の胸当てを胸につけなさい。正義の胸当て、これは正義というのを、腰には真理とありますが、真理というのは何があっても決して変わることのできない、変わらないものを真理と言います。そして正義というのは神様によって与えられた正しさです。ややもすると偽りや虚栄心や誇りやおごり高ぶった思いになってしまいます。そういうものが出てくる私たちの心、胸、そこに正義の胸当てをつけなさい。今で言えば防弾チョッキみたいなものかもしれませんが、本当にどんなに悪魔がやってきても守られる正義の胸当て。15節には、足には福音の、平和の福音の備えを吐きなさい。戦争に行くときに軍歌、軍隊で使う靴っていうのがとっても大切です。平和の福音を足に履きなさい。
平和の福音、これは何を意味するかというと、クリスチャンたちが戦場に行くときに平和の福音をしっかりと足に履くときに、主にあって一致協力し力を発揮することができます。昨日から甲子園で高校野球が始まりましたが、入場式の時に選手たちが炎天下で足並みを揃えてさっ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 と歩いていく姿を見た時に、平和の福音の靴を履くということは、みんなが一致して戦っていく姿勢だということが分かります。私たちも本当にこの福音こそが私たちをキリストにあって一致させる力だということを知ることができます。そして次に16節に、これらすべての上に信仰の盾を取りなさい。原文では信仰の大盾となっています。大盾というのは体全体を覆うことができるような大きさを意味します。現代でもよくテレビのドラマで警察官が凶悪犯を捕らえに行くときにみんな盾を持っていますが、しゃがめば自分の全身が囲めるような大きな盾を持って、悪者に迫っていきます。まさにこのところでいう大盾っていうのもそうです。本当に悪魔が悪いものが放つ火矢をすべて消すことができます。悪魔がですね、火の矢を放ってきても全身を覆うことができる大盾で、私たちはそれを防ぐことができます。信仰の大盾、本当に信仰の本当に素晴らしさ、信仰というのはどんなに張り広げても豊かに私たちを守ってくださいます。よく私たちは弱さの上に、私の信仰なんか小さくて弱くてダメですつぶやいてしまいます。でもパウルはここに言ってるのは、これら全ての上に信仰の大盾を取りなさい、それによって悪いものが放つ火矢を全て消すことができます。全て消すことができる。どっから矢が飛んできてもバンバンバン、この大盾はですね、跳ね返す力を持っていることが分かります。そして17節、救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。ここで救いの17節、救いの兜と御霊の剣っていう言葉が出てきますが、今までの真理の帯とか正義の胸当てとか平和の福音の靴とか信仰の大盾、こういうものは自分たちが悪魔と対抗するために備えなければいけないものです。でもここから17節からは違うんですね。17節で、すなわち神の言葉を取りなさいって書いてあります。取りなさい、これは言語では受け取りなさいという言葉です。救いの兜を受け取りなさい。救いの兜、しっかりと受け取りなさい。救いというのは私たちが自分の力や努力で得ることができるものではありません。救いの兜というのはまさに神様が与えてくださる信仰による救いです。ですから私たちは、義人は信仰によって生きるってありますけど、本当に救いに預かることができるのは神様が与えてくださるものだということを知ることができます。そして御霊の剣、救いの兜は頭を守ってくれるものです。頭がやられたらすぐに命に変わります。救いの兜、本当にイエス様の十字架と復活によって与えられた救いこそが、まさに
私たちの命を守る最高の力を持っているんだということを知ることができます。そして御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。神の言葉も神様が私たちに与えてくださるものです。神の言葉、すなわち御霊のくださる剣を取りなさい。悪魔がやってきた時に他のものは全部私自分自身を守る防衛のためです。でも剣だけは違います。これを剣は悪魔をやっつけることができる、いわゆる攻撃することができる力です。ですから17節に御霊の剣、すなわち神の言葉を受け取りなさい。悪魔に勝つことができる方法は唯一聖霊によって与えられた神の御言葉が勝つことができます。悪魔がイエス様が40日40夜断食してあの荒野に導かれた時に悪魔がお腹を空かしているイエス様に向かってこのパンを石に、この石をパンに変えなさいって言った時にイエス様は何て答えたでしょうか。お腹なんか空いてないとか40日ぐらいに断食なんか平気だって答えたんでしょうか。そうではありません。人はパンのみにて生きるのではない、神がくださる一つ一つの言葉によって生きるとバイブルに聖書に書いてあるっつって悪魔をやっつけました。悪魔は三度イエス様を誘惑しますが、その一つ一つにイエス様は御言葉を持って悪魔を退散することができました。ましてや私たちは神の御言葉の剣を持たなければ決して悪魔に勝利を得ることはできません。ですから18節からあらゆる願いと祈りと願いによってどんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて全ての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。どんな時にも御霊によって祈りなさいとパウロは言っています。どんなに素晴らしい兜、そして剣、そして武具を身につけていてもその武具の中にある人間は弱い私たちです。与えられたこの武具が本当に 100% 発揮する力を持つのはやはりうちにいる人間です。どんな素晴らしい鎧兜をつけていても中身の人間が力がなかったら勝つことはできません。でもその秘訣は何かというとここにあらゆる祈りと願いによってどんな時にも御霊によって祈りなさい。どんな時にも、本当に私たちは祈りなくして悪魔に勝つことはできません。なぜ聖霊によって祈るか。それは祈る時に神様が私たちに勝利の力、勝利の御言葉、そして本当に私たちを守ってくださる約束の御言葉をくださるからです。たとえ父母があなたを捨てても私はあなたを捨てない。本当に家族の中で孤立していても私はあなたを捨てないっていう御言葉を与えられた時に本当に内なる力が出てこの武具が力を発揮することができます。そのために目を覚ましていなさい。目を覚ましていなさい。イエス様が十字架におかかりになる前にあのゲッセマネで祈っている時にあの弟子たちは耐えられなくて居眠りしてしまいました。心は熱していても肉体が弱いんだとおっしゃいましたが、どんな時にも御霊によって祈りなさい。一箇所開きたいんですが、ルカによる福音書の21章ルカの福音書21章の34節から、ルカの福音書21章34節、
あなた方の心が放蕩や深酒や生活の思い煩いで押しつぶされていて、その日が罠のように突然あなた方に望むことにならないようによく気をつけなさい。その日には全地の表に住むすべての人に突然望むのです。しかしあなた方は必ず起こるこれらのすべてのことから逃れて人の子の前に立つことができるようにいつも目を覚まして祈っていなさい。イエス様も本当に突然このような時がやってきても祈っている時にいつも目を覚まして祈っていなさい。この約束は本当に素晴らしい祝福です。エフェソ書に戻りますが、目を覚ましていて全ての生徒のためにって書いてある。全ての生徒のために、生徒っていうのはクリスチャンのことを意味します。韓国ではクリスチャンのことを生徒生徒って言います。イエス様の聖霊によって罪が許され清められた者はみんな主にある生徒です。ですからお互いの生徒のために目を覚まして、すべての生徒のために祈りなさい。私も朝に言うに折りあるごとに一人一人の名前を挙げてお祈りしています。聖母教会の本当に大竹さんファミリーや小林さんファミリーやその他の兄弟姉妹のためにお祈りをしますけれども、すべての生徒のために祈りなさい。そして忍耐の限りを尽くして祈りなさい。忍耐の限りを尽くして祈りなさい。祈りというのはクリスチャンに与えられた最大の奉仕だと思います。ですから悪魔は祈らせまいたりとしていろいろと誘惑してきますけれども、忍耐の限りを尽くして祈りなさい。これは祈りというのがどんなに忍耐が必要なものであるかということをイエス様が一番よくご存知だったんだということが分かります。そして19節、また私のためにも私が口を開くときに語るべき言葉が与えられて、福音の奥義を大胆に知らせることができるように祈ってください。パウロは最後にローマの獄中の中でエペソの兄弟姉妹に私のためにも祈ってください。パウロ先生みたいな素晴らしい神の生徒が他の人の祈りなんか必要ないんじゃないか、それぐらい霊的な力の人ではないかと思います。でもパウロは私のためにも祈ってください。私たちもお互いのために、牧師のために、伝道者のために、宣教師のために、また主にある教会の長老や役員や兄弟姉妹、日曜学校の先生たち、本当に一人一人のために祈ると同時に、私たちも私のために祈ってくださいという謙虚さが必要だと思います。私のために祈ってください。どうぞ愛する兄弟姉妹、いろんな問題課題に直面したときに、どうか私のために祈ってください。祈りを依頼することは素晴らしい祝福です。パウロは私が口を開くときに語るべき言葉が与えられて、福音の奥義を大胆に知らせることができるように祈ってください。福音の奥義を大胆に語れるように祈ってください。パウロはローマの獄中の中でしばしば拷問に遭い、そしていろいろと尋問された時に、その時に大胆に福音の奥義を語ることができるように祈ってください。あの第二次世界大戦の時に多くの神の生徒たちが獄中の人となりました。そして尋問される言葉はいつも同じでした。お前が信じてイエスキリストと天皇陛下とどっちが偉い、どっちが上だ。その度ごとにクリスチャンたちは、生徒たちは、イエス・キリストは神ですとはっきり
宣言しました。その度ごとに鞭を打たれ、獄中で死を迎えた生徒たちも多くいました。パウロもそのような中で、どんな時にも大胆に福音が語られるように祈ってください。20節、私はこの福音のために鎖につながれています。パウロはローマの獄中の中で鎖につながれていました。それは自分の欲や自分の何かをために捕らえられたのではなく、福音のためにイエス・キリストの十字架と復活を語り続けてきたがゆえに、彼は捕らえられローマの獄中で鎖につながれていました。でも鎖につながれなも使徒の務めを果たしています。鎖につながれていても使徒の神様によって与えられた使命を果たしています。述べ伝える際、語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。述べ伝える際、語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。19節と20節でパウロは2回も大胆に語れるように祈ってくださいと願っています。ただ細々と弱々と聞こえるか聞こえないか分かんないような小さな声で言うんではなく、大胆に声を大にして、イエス・キリストこそ私の救い主ですと本当に語れるように彼は祈ってほしいと願っています。私たちはパウロのこの時の姿と比べたら、本当に平和の中に置かれ、福音が自由に語られる世界の中に置かれていることを本当に感謝したいと思います。でもそれがゆえに、私たちはややもすると平和すぎて安泰すぎて、弱さを悪魔の誘惑に負けてしまいます。でもどんな時にも福音のために召されているんだという使命を忘れないで、大胆に福音を語ることができるように祈ってください。お互いに祈り合うものであらせていただきたいと思います。一言お祈りいたしましょう。一切の成しを成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての分を取りなさい。私のためにも祈ってください。ハレルヤ。天のお父様、エフェソ書がいよいよ最後になりますが、今日こうしてもう一度6章の10節から20節のお言葉を学ぶことができて心から感謝します。あの獄中の中で鎖につながれ、本当に大変な中にあっても彼は大胆に福音を語ることができるように祈ってくださいと、エペソの教会の兄弟姉妹たちに手紙を書いています。私たちも自分の弱さを覚えた時に、本当に私のために祈ってくださいという謙虚さが謙遜さが必要であることをもう一度教えられ、感謝します。そしてもう一度この末の時代に神の文具を身につけて、空中の剣を司る悪魔に勝利を得て進んでいくことができるように、神様が弱い私たちを助けてください。聖母キリスト教会の兄弟姉妹の上に豊かな豊かな祝福があり、コロナウイルス感染拡大の中ですが、そして猛暑の中ですが、負けることなく主にあって勝ち得て乗り進んでいくことができるように帰り見てください。イエスキリストの御名によって祝福してお祈りいたします。アーメン。